こんにちは、ルームコンポジットの高橋です。これから激辛ペヤング焼きそばを、食べたいと思います。こちらに用意してます。で、もうすでにソースを、一袋かけてるんですけど、今回はもう一箱開けまして、もう一袋かけたいと思います。いや、色は確かに普段食べてるペヤングよりはちょっと赤みを帯びてるような気はしますが、匂いはあんまりわかんないですけど、はい、かけました。2つ分ソースかけてます。混ぜます。あ、いい色になってますね。見えますか？いい匂いですね。はい、混ざりました。まあ一応水も用意してるんですけど、まあそんなに、そこまで、まあ、辛かったら、まあ、いりますけど、とりあえず用意してます。じゃあ、いただきます。いただきます。ゆっくりね。なんかすぐ食べたらあんまり辛いのが分かんないっていうんで、ゆっくり時間をかけて食べようかなと思います。10分か15分ぐらいかけてチビチビと食べたら余計辛くなるんじゃないかなと思ってます。食べますよ。もう食べますよ。いただきます。うん、いや、美味しいですよ。ちょっと普通のと、まあ2つ入れたんでちょっと味濃いかなっていう気はしますけど、全然美味しいですよ。ちょっとずつ、ちょっとずついただきます。美味しいですよ。いやー、辛いですね、これは。全然美味しいですよ。美味しいですよ。さすがペヤング。
は辛いです。すっごい辛いですよ。すっごい辛いですけど、これなんでこれやってるんですか僕。いやー全然喋る意欲が湧かないんですけど、いやいやー舐めてますよね。じわじわきますねこれ。あ休憩するのは本当良くないですね。あの一気に食べた方がいいですね。あの辛さが普段ペヤングよく食べるんですけどね、全然別物ですねこれは。地味に汗かきますね。
やもう美味しいとかじゃないですね。もういやでもだいぶ食べましたけどね。だいぶ、はい、だいぶ減りましたよ。もうあとこれぐらいですよ。あ、何分だったんですかね。10分ぐらい。いや、あのリアルにきついですね。いやー。